第5競走を迎えました。九州ジュニアシリーズ2歳2組の9頭立て1400m で行われます。今度のスタート地点は第4コーナー後方のポケット部分です。今進んでいるのは偶数番号各馬のゲートイン。偶数番号馬ミスヨドドノで終わりました。あと1頭です。最後は9番ゲート大外枠に会いたかったが向かいます。九州競馬は荒尾の 950m 2戦1勝。第5競走枠入りは終わりました。スタートを切りました。なかなか揃った飛び出しからの先行争いです。馬群の真ん中の方で押しているのは吉留講師、5番夢を諦めない。しかし内の方から伸びてきたのは清水雄一、1番のギオンチャンドラーの方でした。前から3頭目には8番の天山の花、そのうちに4番の茂るバナナ、最内が2番ミスヨドドノ、外目後位集団の後ろが9番の会いたかった、内を通って3番中須のクリちゃん、中に7番の愛のチーターの中段のグループは一塊です。1頭だけ離されました。6番のデンジャラスミサ向こう上面に入りました。1番のギョンチャンドラほんの少しのリード、馬体を並べた5番夢を諦めない、もう一つ外3頭目に8番の天山の花、そのうちが相変わらず4番の茂るバナナです。2番ミスヨドノのちょっとだけ離されました。並びかけるのは3番の中須のクリちゃん、中段の後ろ7番の愛のチーター、中段のおしまいちょっと離れて9番の会いたかった、最後方は遅れて6番のデンジャラスミサです。3コーナーから4コーナーへ、5番夢を諦めないが先頭に変わっています。1番のギョンチャンドラはもう後位の集団まで下がりました。変わって先頭の外は4番のシゲルバナナ、4コーナーのカーブ、8番の天山の花がまだ3番手です。直線に向いた、残りはあと200m、外から4番のシゲルバナナが先頭に変わるんでしょうか。内二の足を使う5番の夢を諦めない、夢を諦めない、またリードを取った。8番の天山の花が単独の3番手だ。5番夢を諦めない、今5人、夢を諦めない、そして4番のシゲルバナナ、その後は8番の天山の花、そして7番愛のチーターが追い込んでの4着でした。5番夢を諦めないと吉留講師が 1400m 押し切りました。夢を諦めないの今日のレースは九州競馬で2戦目、北海道競馬のデビュー戦から11戦目、逃げ切り勝ちでの初勝利でした。手綱をさばいたのは吉留講師でした。第5競走の勝ち馬、一旦は完全に4番のシゲルバナナに並ばれたんですが、そこから2枚腰を駆使しての逃げ切り勝ち。5番夢を諦めない、1馬身ちょっとの差、4番シゲルバナナが2着、1馬身差あるかないか、8枠8番天山の花が3着、2馬身ちょっとの差7番愛のチーター、最後は伸びての4着です。離れて5馬身差3番中須のクリちゃんが5着でした。ちょっと間があっての6位は2番ミスヨドドノ、離れて7位8位、6番デンジャラスミサ、そして1番のギョンチャンドラー、8枠の9番の会いたかったは遅れました。勝ったのは夢を諦めないと吉留講師でした。